どうもこんにちは、ギャラクシックスのカルチス。今日も楽しくお話しさせていただきますので、最後までぜひ見ていただきたいなというふうに思います。ということで今日のトークテーマはこちら、あなたの直感力上げますという動画を配信しようかなというふうに思います。どうでしょうか、直感力皆さんありますでしょうか。僕割と直感で生きてきたって言ったら、まあこれがいいのか悪いか分からへんけども、これ直感力って実は上げることできるなというのを僕の体験をもとに、まあ周りの方のお話をしたいなというふうに思います。これは上がった方がいいよね。 A か B か右か左か当てたいよ。この2択ぐらいは当てたよね。でもそれ生きてたらさ、2択じゃなくて3択の場合もあれば、4択の場合もあれば、5択の場合もあるわけやからさ、まあなんかこの直感力っていうのは当てていきたいなということによって、まあビジネスなり生きやすくなるんじゃないかなというふうなお話をさせていただければと思います。まずちょっと冒頭ツイートを読ませさせていただきます。直感が当たる人ってそれなりに経験があるから当たる可能性が高いってことなんよという、あのまたこれもごく短文の文章なんですけども、かなり反響をいただけて、ああ思ってらっしゃることはこういうことなんかなっていうのもちょっと自分の自信にもなりました。そうそう、この答えを言うと、直感力が高い、まあ結果的に当てた人、 A か B かを当てた人、これを繰り返せる人っていうのは、その経験を数々やってきたから可能性が上がる、当たる可能性が上がるっていうだけの話じゃないかなっていうふうに僕は捉えています。何も経験がない人からしたら、もう A か B かっていうこの勘で勝負するっていうのも、もちろん2択であれば 50%、まあ、10択であれば 10% とか、まああるとは思うんですけども、この経験があるから当たってるんですよ。周りの方想像してください。あの人運がいいなとかさ、もちろんそれはアクションしてるからとかあんねんけども、運がいいなとか引き強いなとか、このジャッジをどう当てるんかなとか、なんかこういろんな方周りで想像すると、それを直感で当ててきたっていう人の過去はジャッジを何回も繰り返してきて、失敗もあるよね絶対に。うん、違うかった、外した、だから次はこうしようこうしようっていう風な経験値があるから今当たってるんですよ。当たってるように見えてるんですよっていうのを思ったら、あ、僕経験がない時にね、そのなんでこういう人直感よう当たんなとかっていう人は単純にすごいというふうに僕は誤解をしていました。今目先だけ見たらね、あすごいな、なんで当たんねやろうなんだけど、その人の人生とかやってきたことっていうものを深掘りしていくと、割とやっぱりいろんな、まあ言えば失敗やね、失敗されてたりとか、あのジャッジを間違えはって、だから今こうあるんだなっていうのが分かった上で今を見ると、そらそうやなと。あんだけいろいろジャッジメントしてきた人であると、直感力っていうものは磨かれんな、だって今までの過去が答えを導いてくれてるわけなんで、その可能性が上がると。なのでこれ僕は今経営者の方の話とかをいろいろこう想像しながらお話をしているんですけども、もう誰でもだと思うんです直感って。もうプライベートでも、まあ、趣味でも何でもそうだと思うんです。もう直感っていうのはすごい大事かなというふうに思う中で、やっぱその経験の数だけがものを言うんじゃないかな、それが可能性上げるっていうことにつながるんじゃないかなと思うので、まあ、直感力を磨きたいというのであれば、もうたくさんのジャッジメントするというような決断をしていく、ちっちゃい決断をしていくっていうことをたくさんするということは、行動アクションを起こそうっていうことを僕は今日は言いたかったなというふうに思います。だから僕もね、この YouTube 撮りながらもね、まあいろんな選択があるんですよ。こっちの方がいいかな、あっちの方がいいかないけど、初めやったことない時なんて分からへんから、とりあえずやってみようやったんですけども、最近なんとなくこう、まあ、受けがいいか悪いか別として、自分のやり方っていうかスタンスっていうのも分かってきて、まあこっちの方がいいかなっていうのも本当直感でやってるみたいな、このお話の方がいいかなとか、こういう取り方の方がいいかなとかっていうのはやってみて気づくことっていうのがすごくあるから、何でもチャレンジかなというふうにちょっと思わさせてもらったというお話をさせていただきました。ということで今日もギャラクシーボックスからありがとうございました。最後まで見てください。もう最後ちょっとバーって喋っちゃって言うこと忘れまあこれもまあこういう動画っていうのでもまあ認知していただけたら嬉しいなというふうに思います。ということでギャラクシーボックスのカズでした。また。